ハートありがとう。そう、合ってる？そう、想像よりも早く帰れて結構余裕を持って配信時間決めてるんですけど、それにしても、ね、みんな、ね、寝たいだろうし、私はでね、そうなんです、はい。MV、 そう、 MV が公開されたのでぜひ見てください。歌詞載ってたね。そう、ファーストワンマンライブの企画が発表されました、先ほど。なんだっけ、昭和平成アイドルソングをカバー、ソロでカバーさせていただきます、一人一人。ハートありがとう、ペンライトもありがとう。そう、私は渚の灰から人魚になりました。どんな感じになるんだろう。なんかコールがあるらしいので、なんかみんなが盛り上げてくれるのも楽しみにしてるね。ハートアイスソフトクリームありがとう。振りあるの？バラありがとう。でもすごい、キョンキョンさん、これあだ名にさんつけるとちょっと変な感じするんですけど、好きなので嬉しかった。コールは任せて、やった。てかこのイベントあと3日しかないのか。いや、私コールよくわかんないので、皆さんのが多分してると思うので、だからなのでお願いします。任せます。でもやっぱりそういう昭和平成アイドルソングをやっぱ、まあアイドルソング、そうだね、なんか祖父母とカラオケに行くことが好きなんですけど、行くとアイドルソングはあんまりなくて、そういえばそういえばアイドルソングはあんまり歌ってなかったわ。だからなんで知ってるんだろうって思ったら、それこそ毛利さんが番組やってるじゃないですか、そこで聞いたこと、てかそこで覚えたりとか、あとはその思える片思いだと、つい最近推しメンの子がそうコンサートで歌ってて、それで知ってた。桃色の片思い、ハートありがとう。流れ星ありがとう。なんかミオタンの曲難しそうだった。聞いたら、改めては聞いてないんだけど、配信中にちょっと一部分だけ聞いたらなんか難しそうだった。
ゆきちの、あ、どんな曲だっけ、もう忘れちゃった。でもゆきちのはもう、あ、聞いたことあるってすぐなった。あ、あそれね。私歌えるかな、あの曲、ズッキンダッキン。そこしかまだちょっとわかんないけど。みんな懐かしい気持ちに なってる。あ、そう、 MV、 そう MV どうだった、ハートありがとう。やばい、なんか触っちゃった。触ってアプリ落としちゃった、すいません。コウタ最高、ありがとう、最高ギフト。 MV 最高ってこと。テラちゃんのズッキンドッキン見れるの、見るの楽しみ、ありがとう。ソロのとこなんか泣きそうになった。そう、あの落ちサビ担当してます。リコーズイコール落ちサビ担当してます。ソロが多いだって。確かに1番と2番の AB メロは全部ソロ、2人の歌わりとかなくて D メロであの歌わり2人ずつとかになってる。流れ星ありがとう。おもちさん、キューピッドクマありがとう。でも私セリフないんだ。ゆきちとおとちゃんが結構セリフって感じ。扉を開ける手に。あれ、あゆのさ、私好きなんですよ。私なんか自分のところを自分で見どころって思えなくて、私そう、ね、ちょっと 見どころ、私のところの見どころはみんなが好きって言ってくれたりしてもらえたらいいなって思うんですけど、私自分でおすすめとかない。みんなの言えるんですけど自分自身はないので、あの一応自分なんで、手も手もね、だからそこをおすすめしました。でも MV でこういうのとかよく見たことあるからめっちゃ嬉しかった。あそこ本当に嬉しかった。歌上手になってくる。でもさ、あの落ちサビ苦手本当。流れ星ありがとう。落ちサビ苦手なんですよ。え、 MV っぽいよね、なんかこういうのあるよね。落ちサビ高い、高くて心に響く、よかった、そう言ってもらえてよかった。楽しみ、ワンマンライブで新衣装と新曲が初披露になるので絶対来てください、皆さんお願いします。新衣装楽しみすぎだよね。新衣装、みんなと新衣装でチェキが取れますよ。かわいい、ありがとう。ソロのチェキ、ソロがいいの。やっほー、
影場所と衣装がマッチしてた。そう、撮影場所もめっちゃ可愛いんだよ。可愛いんだよ。あそこ結婚式場らしい。すごいね。構図何個が決まってる。すごい早いね。ね、私も早くあの衣装でチェキ取りたい。ね、あの5曲以外何があったんだろう。でも本当に何枚か紙が入ってて、そう、そりゃもちろんなんですけど。ハートありがとう。企画自体はね、なんかカバー曲やるっていうのは聞いてた。その曲を決める、カバー曲の曲を決めるっていうのは聞いてました。ランダムで決めるみたいな。ハート、流れ星、ソフトクリーム、ありがとう。てかみんなさ、TikTok 見た？全員ではやらないんじゃないかな。もうだってね、もう15、あと15日だし、多分今からだと間に合わないので。あの、物理的にできないと思います。全員はちょっとまだね、諭吉がその入った5人バージョンの構成、自分たちの曲だけでも多分精一杯になってしまうので、そうですね、厳しいですね。多分見た？流れ星ありがとう。ソフトクリームもありがとうございます。音符ありがとう。 TikTok TikTok ってどうやったら伸びるんだろう。ちゃんとね、そう、洋服も意識したんですよ。ハートありがとう。あとさ、ちなみになんだけどさ、昨日の深夜にあげたさ、ストーリーさ、見た人どんぐらいいる？マジで深夜すぎて。流れ星ありがとうございます。あの、日向坂さんの曲をさ、 TikTok に今日あげたんですけど、めっちゃ難しくて、本当は全部やりたかったんだけど、途中でそう切っちゃいました。ここまでにしちゃった。見ちゃった。ラッキーだね。あれ4時ぐらいに消した。だから本当に1時間ぐらいしか載せてない。配信終わったら見るね。 TikTok は残ってる。あのストーリーの話、昨日っていうか、うん、3時近くに上げて4時に消した。マジで本当に、いや別に見なくて大丈夫なやつなんですけどね、どんぐらいいるかなと思って。
そう、とあるね TikTok を撮っててめっちゃねダンス頑張ってたし、でももう何回も撮ってでも全然納得がいかなくて、で携帯もめっちゃ熱くなってくるし充電 もなくなってきたし、でもう昨日は諦めたんですよ。そう、その結構なんかかっこいい感じの曲で、なんかこういうみたいなかっこいい感じの曲だったんで、そう、本当に納得いかなくて、顔も表情とかもだし、そうそうそう納得いかなくて撮って、まあでも今日頑張ったから誰かに見てほしいって思って、そうでストーリーにあげて、で本当に数人見て消しました。でも安心してください、いつか載せます、ちゃんともう一回撮って撮り直して載せるから、はい、はい、撮り直して載せるから待っててほしい。マジで、はやちゃん、キューピッドクマありがとう。リクエストしていいかな、リクエストはね自由ですよ別に。なんでもいいんだよリクエスト。でもまあ大前提として、大前提っていうか、私が選ぶか選ばないかなんで、リクエストは何でも大丈夫、はい、どういう曲、可愛い曲のがねやりやすいけど、うん、可愛い曲のがやりやすい。そう、私昨日3曲撮って、そのうちの1曲がそれで、そう納得いかなかったやつで、でその1曲が唯一リクエストがあった曲だったんですよ。であと2曲は自分がただ単に好きで踊りたくて、はい、やったやつだったんで、リクエスト曲ちょっと1個も取れてない。本当に申し訳ない。でも踊るの楽しかった。え、どうした？どうしたの？ダンスかっこよくてかわいい、なんだろうね衣装、でもそもそもかっこいい衣装みたいなの持ってなくて普通にジャージだったっていうのもある、はい、いつまでもお待ちしますって、うん、昨日見えた人の中でなんかもし友達がいたらなんか会った時とかに見せてもらえな、わかんない、ガロクしてたら、ハニーワークスさんはちょっと意外だった。ハニーワークスさんなんかやってる、私わかんないんだよね、ちょっとすごく疎くてアイドル以外に、だけど TikTok でその上半身だけで手振りで踊るやつはただ単におすすめに流れてきて踊りやすそうだったら撮ってるだけなので、ちょっとあんまり記憶はない。シャツインするタイプなんですね。ものによる、ものによるな。基本しないです。T シャツによる、まあみんなそうだと思うけどね。洋服着るときって、こっちはこれは出した方がいいかな、しまった方がいいかな。ほう、そうなのね。もうどんな曲か忘れた。
早すぎ。あ、ちなみに25分になったら教えてください。25分じゃない、55分。本家さんがシャツにしてたから。してなくない？何の話？普通に別に意味はないです。だからあの着る、まあみんなやると思う。さっきも言ったけど、あのスウェットだったらインしたら変でしょ。そういう時はしないけど、 T シャツで長くない短い T シャツだったら変な丈感だから、それはインした方がいいなってなったらするよねっていう。ただいま戻りました。ありがとうございます。あと何分ですか。あと10分。ハイカラ人形、私もさっきさ、私ハイカラ人形って聞いたことあったの、なんかで、それが人形だったってさっき知ったの。だから人形って言っちゃって、あれ人形ってちょっと不安になってた。あれ、え、だよね、人形だと思ってたよね。え、私も人形だと思ってて、そう。でも歌で聞くと人形ってさ聞こえるからかな、伸ばしてるからなのかもしれないけど、人形だったんだって思って。今日ね、とあるものの、とあるものっていうか、私が好きな、私が大好きな憧れてるアイドルさんの抽選みたいなの登録があってで、全部外れたんですよ、今日。本当にもう、もう本当にやばいんです。今どうしたらいいか分かんない人生本当にやばい、本当にやばい、勘弁してよ、まったく本当にありえん。いやでもちょっと余裕ぶっこいてたんですよ。なんか過去何回か応募してて1分の1だったんですよ、ずっと。そう、ずっと1分の1で、今回も 1にしちゃって、そしたら1分の0になって、そう、ちょっと余裕を超えて、ちょっと罰が当たりました。本当にもう悲しい。今日だけなの、来週もある。でも来週の分はほぼゼロに近いんで、当選数が。だからもう本当に今日当たるしかなかったのに、本当にどうしよう、どうしよう。次から2にするんですね。
いいえ、来週やりますよ、もちろんリベンジするけど、最大挑戦し、最大数やろうかなみたいな。え、みんなならどうしますかみんなならどうしますか。でも本当に落ち込みようがすごくて、もう最悪どうしよう、え、もうって思って、昨日の自分を恨んでて今すごく。でもし最大数やって半数以上奇跡的に当たっちゃった場合、お金がないみたいななるよね本当に今本当に悲しい本当に、いや確率なんて分かんないから。だって前回までは1分の1だったの、過去3回1分の1だったので、今回もそりゃね、過去3回1分の1だったら1分の1だと思って、2やったら2当たると思ってるから、だから1でとりあえず1って思ったの。したらなってこと。あとはもし次回もあったら、もうこんなことはしないです。ちゃんと真剣に指輪ぶっ動かないけど本当にどうしたらいいか分かんなくて、もう来週が早く来てほしいけど来ないでほしいみたいな。最大しようかなみたいな、困ってる。どんぐらいが普通なんだろう。でも最大するね最大するね。最大で 10×4 です。でも私はあの2人憧れてる大好きなアイドルさんお二人いるんですけど、その一人の方がもうやばいぞっていうのをもう何回もね X で検索してたんですよ、もうやばいぞって。で最大かけ4やったんですけど0だったんでそうなんですよ。だいぶ最大してるのに0だったんで、だいぶ確率えぐいんで倍率がえぐいんで、もう悲しいです。でもさ本当にだって1で1当たる人もさもちろんいるんですよ。 10×4 投げて0、私みたいな人も何人かいるのに、2投げて1当たって3投げて1とか1投げて1の人もいるんですよ、もちろん。何この差はこの差は何。一回も当たったことないんですよ、こちらの憧れの方は。一回も当たったことがなくて、私こちらの憧れの方は過去3回当たってるんですけど、これは何、運がなさすぎて。でも本当に確実、まあそう、まあ過去1回も当たってないから、まあまだ大丈夫ですよ今回も。あ、そっかそっかだったんですけど、今までずっと当ててくださってた、当たってくれてたのに、急に落選って文字を見たら、もう心がもう青くなってきてる心が青くなって、でもさ二次受付みたいなのって絶対当たらないでしょ。どうしたらいいのかわからない、助けてでもこういう話、こうやってみんなに話を聞いてもらうことによって、ちょっと青かった心を
徐々にねピンクを足していくみたいな、正常な心に。ありがとう、聞いてくれて流れ星ありがとう。私本当にあね、紫になってきた今心紫なんか紫の方がさ、なんか悪そうじゃない、青より。でもさ、こういう話が私本当に好きなアイドルさんの話をしてる時が一番好きなんです、楽しい。だからありがとな、ありがとな。ランキングもな、13位アルバトロス、32位高政、11位ノリックさん、10位舞台長学ぶくん、9位グリーンリバー、8位ドラゴンゼット、7位プリン、6位チカちゃん、5位タシ、4位豚バラパラダイスさん、3位ハヤちゃん、2位おもちさん、1位コウタ、ありがとうございます。ありがとうございました。この後は22時から TikTok やります、見てね。充電持つかわかんないけど見てね。ありがとう。ではね、バイバイ。